王様のお庭で繰り広げられるドラマも新ステージ突入。その冒険の舞台は埼玉を中心に展開するガーデングループ。さらなる伝説発見を求めてチームお庭メンバーが出陣。今夜も最高の遊びをお送りするパチンコスロット完全自腹実践ドキュメント番組、お庭伝説。この番組はガーデングループの提供でお送りします。今回は4店舗同時収録、頂上決戦ガチバトル。その舞台となるのは八潮、川口安行、所沢、北戸田の4店舗。総台数はなんと3631台。今回は2人1組、4チームで争われるチーム戦。このガチバトルを制するのはどのチームなのか。9時50分までにお並びいただいた方に入場整理券を配布します。10時に入店、遊戯開始。撮影当日の実際の映像はこちら。出演者も一般のお客様と同じ条件で並んでおります。同時収録4店舗ともに朝一からご覧の状況。果たしてどんなドラマが待ち受けているのか。それではチーム紹介、八潮はこの2人。さあ始まりましたお庭伝説、今回は頂上決戦ガチバトル。はい、というわけで私神谷玲子と、今回お庭2回目の登場となりますこの方。はい、パチンコ攻略マガジンライターのルルです。よろしくお願いします。はい、私たち2人はですね、メガガーデン八潮店にて実践の方行っていきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回、頂上決戦ガチバトルということで、はい、2人1組になってですね、4チームに分かれてバトルの方していくんですが、はい、なんと今回の出演者全員女性ということで、もうどこもいい香りがしそうな感じですね。華やかな人生になるんじゃないかと、はい、各店舗盛り上がってると思うんですけれども、うん、勝利チームには、うん、なんとご褒美として PR 告知タイムがあるということで、じゃあもうありがたくいろいろ使わせていただきます。はい、ぜひぜひ。まあ頑張ってね、イメージな感じで、はい、勝利していきましょうということなんですけども、ね、さあそんなわけでね、チーム名を毎回決めてるんですが、うん、私たちは八潮店で実践、はい、ということで、そこからシンプルにいただいちゃってチーム八潮で、そんなわけで、はい、チーム八潮頑張るぞ。頑張るぞ。続いて川口安行はこの2人。わーい。はい、ということでガーデン川口安行店さんでの実践となるんですが、はい、私カブトムシゆかりと、そして、はい、初めましての DMM パスタン専属の小出月です。よろしくお願いします。初登場の剛腕も今日は見せてくれて、とんでもないです。ひき弱で有名なので大丈夫かなと思いつつ、足を引っ張らないように頑張りたいと思います。大切な大切なチーム名なんですけれども、はい、実践店舗にちなみまして、チーム川口安行。はい、はい、チームお団子じゃなくて大丈夫ですか。ね、お団子ちょっとかぶっちゃったなと思って、お団子かぶっちゃったなと思ってね、やりたいと思いますが、はい、張り切って頑張りましょう。お願いします。はい、頑張るぞ。あ、そして北戸田はこの2人。さあ、なんと今回はですね、初登場の方が来てくださっています。この方です。はい、はい、パチスロ攻略マガジンのアニソロ大好きなドラミです。会いたかったです。いや、なんか私それ言っていただけてすごい嬉しい。本当嬉しかった。ずっとワクワクしてました。はい、なんかレヴィンさんから変なこと聞いてないですか。大丈夫。じきじきの後輩に当たるんで、レヴィンさんの、ね、大丈夫かな、ちょっと心配なんですよ。はい、今回2人で北戸田で実践ということで、チーム名はチーム北戸田。はい、はい、なんか お店背負ってる感じだから、自分の PR もそうだし、それ以上に頑張らなきゃって感じになりますね。これは、ね、ちょっとね、責任感じながら、うん、はい、頑張ってまいりましょう。はい、優勝を目指して頑張るぞ。おお、ラストは所沢のこの2人。
ご覧の通り、あの筋肉のお兄さんはいない女性だらけということで、多分華やかな映像をお送りしているかなと思います、うん、はい、ここみさんは、ね、うん、2回目、前回はですね、もう快勝をあやかってもいいですか、ちょっと私の結果がもう今年に入ってズタボロなんですよ。ひどいの？私はあのしかも松本に姓を変えてからあの本当に勝てないっていう現象も言っちゃってんの、はい、今日はどうしてもあのバトルとか関係なしに勝ちたいもう関係なし、バトルももちろんそうなんですけど、うん、勝ちたい、結構今回マガジンの方が多く、ルルさんとかドラミさんとか、そうですね、はい、うん、唯一私たちマガジンチームになっているので、ね、うん、多分チームワークはバッチリ、うん、そうだね、ですよねちゃんとスムーズに言ってですよね、うん、ですよね、はい、うん、ですよね、大丈夫ですよ。チーム名はシンプルにガーデン所沢なんで、チーム所沢にしましょうか、そのまんまで行きましょうか、そのまま行きたいと思います。ということでチームワークバッチリな2人でお送りしたいと思います。頑張ります。頑張ります。以上4チームによる頂上決戦ガチバトル、果たして優勝するのはどのチームだ。回戦、普通の受け身のミドルタイプの方を打ちたいと思います。スリーです。旅行に行きます。旅行にジャーニーします。太郎朝一433番台ところで、では負け知らずのゴッドシリーズで逆転目指して頑張ります。とりあえずあのガロー狙い狙いだったアナザーゴッドハーデスアドベント、天国乙女にしようかな。実戦開始。まずはチーム川口安行。ガロー行きます。信頼のゴールドストームショー、もうこの時点で1000円あたり20回転以上は超えてるので、相場さんご機嫌です。あと当てるだけです。朝からご機嫌のカブちゃんだが、私の最近の悩みがリアクションのマンネリ化なんですけど、投資2万円目くらいで絶対3万円までにはこの1万円で当てたいですって言い出すし、マンネリ化は脱却できるのか、チャンスは訪れず投資3枚目。やっぱ3枚目でどうにか当たってほしいというのが、マンネリ化は進んでますけど、スタートダッシュとはいかなかったカーブちゃんだが、激アツになれ保留、これ激アツになって V だったら当たりです。ブイブイブイ、激アツの方です。激アツでも信頼度はおよそ 83%。 軍が来ました。魔天使軍登場で信頼度およそ 70% のパーフェクトフェイスオブガロ賞を召喚。さらに VS キリンリーチと激アツ尽くし。外れたら家帰る。外れても帰らないでください。そんな剣じゃない、危ない。あ、大丈夫でした。お見事、大当たり。当たった。映像出しが23,500円。 ST 突入率は 61%。この ST チャンスをものにできるのか。行きます、ちょっと行きます。いやー、サンマ剣じゃないんですよ。いやでも行ける、行けた、よかった。16ラウンドは引いてます。ここで ST か通常か。 ST 中の大当たりは 82% が ST。 通常戻せるかな。残念ながら時短100回転。だがここでチャンス。カブちゃんもびっくり、時短引き戻しで3連チャン。え、焦る。どうしよう、またリアクションのマンネリ化が激しい。同じ、いつもと同じリアクションしちゃいましたけど。波に乗り始めたカブちゃん。おー、よかった。
レンチャン継続で前半を折り返す。では番長3でいきたいと思います。頑張ります。元気いっぱい番組初登場のゆずき。打ち始めて間もなく特訓から対決へと発展。マダラの調理実習は期待度の低い弱対決だが、4ゲーム継続。ありがとうございます。よし、投資4000円で当たりました。119ゲーム最先スタートいきたいと思います。 ART いただきジャーニー突入。超気横に行チャンス。期待度の高い強対決、勝利すればセット数ストック。あ、いった。お願いします。よし、行こう。1セットを上乗せしたゆずき、このまま調子よく伸ばせるか。あ、MB 頼む。さらに、あーない、あーった。複数上乗せ成功。わっしょいわっしょいでございます。そして対決以上が確定の5大事ステージへ。よし、まあちょっと絶頂は狙いすぎましたね。ボーナスもゲット。ゆずきの勢いは止まらない。ねえ。次々と上乗せ、出玉を伸ばしていき。1882枚です。余裕ができたゆずきは店内の様子見へ。5000枚。すごいですね。やっぱゴッド強いですね。人気ですね、やっぱガロは。あの小冊子載ってますんで、落書きとかしてください。宣伝もバッチリ。余裕のチーム川口安行。続いてチーム北戸田。行きたいと思います。すずちゃんはパチンコのハーデスで勝負。この台なんですけど、一回へそに入ってもまたここクルーンに入ってから回り始めるということで、これでやっと1回ですもんね。ボーダー14のところ24回回りました。幸先よくスタートダッシュは切れるのか。あ、ペルセポネ。あ、赤7。これ1個でもチャンスみたいです。アイコン履歴に赤7出現でチャンス。ここから発展した先は、あ、レジェンドオブハーデス61パール。最強リーチのレジェンドオブハーデス、果たして。お願い。よし、やった。お見事、大当たり。79回転ですね。ペルセポネ。ペルセポネボーナスは9ラウンド以上。マックスいただきました。16ラウンドをゲットしたものの時短へ。まだでも確変の可能性はありますね。デンサポが100回転を超えても継続なら確変だが、どうだ。残念ながら、時短でした。単発65%なんですけどね。なんで 35% 引くかな。いつものように笑ってごまかすすずちゃん。全国乙女津、深淵に輝く気高き小生ですね。
番組初登場のドラミに早速チャンス。チャンス目から前兆ステージ黒木浄土へと発展。組み合わせは一組、ただ萌えカットインが出てくれたので多分これはいただきました。はい、よし、当たりました。赤七揃いで30ゲーム継続となる乙女ボーナス。最後ラストゲームでグミが出てくれれば継続にだいぶ期待。出ない。ボーナス中のストックならず。ここからは引き戻しゾーン、鬼神討伐へ。討伐成功で再びボーナスとなるのだが、残念ながら引き戻しならず。終了画面が総輪と同節の画面なので、高設定の方が出やすいやつですねになってるので悪い台ではないのかな。その後も初当たりを重ねるがなかなか連チャンせず。乙女ボーナス続かない。粘るドラミ、後半戦へ望みをつなげる。ガーデングループ設置騎士情報。今回の収録点ヤシオと北戸田ではガロゴールドストーム賞計92台、新北斗無双計40台、北斗の拳7計40台、海物語シリーズ計71台、スロットコーナーはゴッドシリーズ計108台、北斗シリーズ計30台、バジリスク絆計59台、マドカマギカシリーズ計30台、番長シリーズ計71台、好評稼働中。チーム所沢のフェアリン、第1戦だけだったらプラスなんですよ、収支の方が。でしかも毎回ゴッドを引けてるっていう。果たして今回もゴッドを引けるのか。くれました、くれましたけど、はい、そううまくはいかず。いやー、魚天井は嫌。ゴッドどころか当たりが引けずに投資がかさむ。5枚目を入れたいと思います。1000ゲームを超えたところで、やろ、よし、1065、はい、今年が4万8000円。なんとか AT 突入、ここからのまくりに期待。早速キナナの連続で上乗せチャンス。再びキナナの連続で上乗せチャンス。上乗せで踏ん張るフェアリン。よし、いい感じで300枚ちゃんと取れてます。5セットで1500枚をゲットしたフェアリンは、よし、ということで私は一旦ちょっと凱旋の方をやめて違う第3にしたいと思います。凱旋を離れスロットコーナーを見て回るも、空き台は見当たらず。スロットを諦めパチンコで勝負再開。このガロ結構好きで昨日もプライベートで打つくらい大好きな。ガロでさらなる出玉を狙う。
トフェイスオブショー。あ、レインボー。なんと発展前に突如レインボー。1000円で当たりました。ここで移動してすぐに大当たり。めっちゃ見られてる。私のオカルトが1、2、3、4、5、6、7、これで昨日止めたら入ったんですよっていうね。よいしょ、行った、行きました。息を吹き返したフェアリン、一気に反撃態勢。させるぞ。ちょっと後半5万発目指します。5万発、5万発宣言。果たしてどこまで伸びるのか。一方ガロで勝負のポコミは、刺さった、ガロ剣刺さった。30分ありますよ。ガロ剣保留からチャンス到来。発展した先は VS ゴラド。残念。ダメ。ダメ？復活？あ、復活する。揺れが今長かったんで。復活でお見事、大当たり。ありがとうございます。肝心の ST 突入は。いまいち乗り切れず。しかし時短残り25回転で、はいはい、頑張れ。あ、やばい、なテンパイしたんだけど、ありがとうございます。引き戻して2連チャン。ここから勢いに乗るポコミ。一気に出玉を伸ばした結果は、まあまあ頑張ったんじゃないですか。7連チャンで1万発オーバー。そしてチームヤシオは、最近ですね、凱旋でばっかり勝負しているんですけれども、本日も凱旋で勝負の方をしていきます。今の時点ではね、勝てるビジョンしかね浮かんでないですよ。この凱旋をね打ちのめしてやろうと思います。さて、いつにも増して気合が入る玲子様だが、3枚目さあ、またまたチャンスボタン一番下。あ、でも中段キナナだ。中段キナナからチャンス。よし、3回目。さあ、中段キナナで入ってんのか。長ければ長いほどチャンス。はい、よかった、やっと当たりました。616ゲーム、2万6000円ということで、中段キナナから入りました。スタートダッシュならずだが、なんとか AT ゲット。さあ、ここからですね、乗せましょう。ここから。しかしここでカメラアクシデントが発生。ここは1セットで終了してしまった玲子様だが、なんとゴッド揃い炸裂。5セットを消化し1500枚ゲット。そしてカメラも無事復活。さあ、連チャンがね終わってしまったんですけども、果たして後半戦はどうなるのか。一方ルルは海物語で勝負に出たが、まあ、73回転目動きなしです。なかなか見せ場が訪れない状況で、あらら、ちょっとパチスロコーナーがにぎわいすぎてて、パチンコってる場合じゃないんじゃないかなって思ってきちゃったんで、
席を立ったルルが向かった先は、お、私の大好きな窓かまぎかコーナー。やっぱり空き台ないな。あ、1台ありました。初露魔法少女窓かまぎか2打っていきたいと思います。大好きな窓かまぎかでテンションも上がるルル。チャンス目でボーナスに期待。発展早い。あ、これ当たったと思うんだけど、どうかな。お、行きました。投資2万1000円で大当たりです。ビッグボーナスゲット、まあ、チャンス目 A からの移植ビッグは設定下がるんで、いいボーナス引けたと思います。ART は突入ならずだが、その直後一気に期待度高くなります。出た魔女の結界。チャンスゾーン魔女の結界へ。強子ね、約期待度 50%。 お、行った、大チャンス。あ、しかも強ジェリー、これ行ったでしょう。なんならボーナス行けました。最高にうまいです。チャンスゾーン中のボーナスで ART もゲット。ラッシュも満足です。やりました。マギカラッシュ突入です。お、チャンス、これ岩の背濃厚ですね。チャンス目かなったら、これがスイカだったら熱い。スイカだったら最低でも50ゲーム以上の輪の背だったんですけど、ボーナスだ。チャンス目からの赤7でございます。調子を上げてきたルル。気づいてはその資格出た。これ高設定でかなり出やすいんですよ。で、1回でも確認できれば私は追いたいなって思います。気にはその資格がある。今出ました。マジか。追う理由はできましたね。ここでの獲得枚数はおよそ500枚。後半戦へ望みをつなげたルル。勝負の行方やいかに。ガーデングループ新大情報。パチンコはCRパチンコ魔法少女まどかマギカ、CR魔法先生ネギマ、CR 春一番極上の花道。スロットは北斗の拳新伝説創造、セイクリッドセブン、シンデレラブレイド3、合計639台と大量導入。お庭伝説の最新情報は番組ホームページをご覧ください。次回予告。前半戦を終えての順位はこちら。優勝候補、優勝候補だよ。上位2チームの差はわずか。果たして抜け出すのはどっちだ。女性8名による頂上決戦ガチバトル。次々と当たりを重ねるメンバー。白熱のバトルの行方やいかに。次回もお楽しみに。